という自動車の切り返しだそうです。はい、臨床ですね。貯水量古樹符ですね。古樹の符、線は細身なんですが、細身だっていうことは字の中に空間が出るので、ゆったりした印象が、おおらかな印象がありますよね。ですが、細いからっていって何て言うんですかね、線に力がないと見応えのないペラッとした軽い感じになってしまいますね。でそこら辺が難しいところなんですが、やはり筆を立てて、筆の先の力を、弾力をうまく使って書くということが大事ですので、そこら辺をグッと押さえ込まないように、筆の先の強さの弾力をうまく使うということですね。こんな、感じなんですが、大事なところなんですが、こういう部分ですね、この部分ですね、筆をぐっと持ち上げて、筆の先だけになります。でぐいっと太くしていくと、そうするとこの流れが出てきますよね。これが最初初心の時ってのは、どうしてもこの筆を持ち上げることができないで、こういうふうに書いてしまうんですよね。そうすると動きってものは全然なくなってしまいます。ですので筆をぐっと押さえ込んだり持ち上げたりという動作の繰り返し
だと思ってください。で、まあ、最初のこのガンっていう字もそうなんですが、グッと強い線で書きますね。で、柔らかく持ってきます。という感じで、いつもこう筆の先をうまく柔らかく使うということが大事ですので、線の勉強、鍛錬って言いますかね、には本当に勉強になると思いますので、そこら辺もちょっといろいろ意識しながら、取り組んでいただきたいと思います。